突然ですが、番組のスタートはこれ、教えてももクロ先生。こんな質問が届いてます。はーい、どれだ？これじゃない？これですね。はい。じゃあどうぞ。もんちゃんさん。ペンネーム、エクボは世界を救うさんからです。もうまたそんな選んじゃってさ。そうだよ。ひいきやめて。ひいきやめて、ほんとに。ダメだよ、そういうの。ごめんね。ついエクボっていうフレーズに弱いもんね。そうだね。はい。ペンネーム、エクボは世界を救うさんから。2回目。大事なことだね。大事なことかね。はい。ももクロの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。早速質問です。皆さんの中で一番字が綺麗なのは誰ですか？教えてください。とのことです。字が綺麗なの？字が綺麗。いや、私は汚い。私も汚い。そう？なんか、変によっちゃ。ひめくろとか見たらわかると思う。あー。ひめくろ、わかるね、あれね。もうほんとひどいから。でもよく字書いてるイメージはあるけどね。字は書くんだよね。ももかは、字が小学生。あー、わかる。汚いとかじゃなくて、小学生。わかる、わかる。自分でもそれわかる。うん。ね、字の形が。別に、丁寧に書いてるんだけど、なんかね、大人の字じゃないんだよね。そう、小学生。そうなんだよね。そうそうそう。で、なんか、かなこちゃんは、なんか、癖あるよね。ポエムみたいな。あ、わかる。ポエムみたいな字書くの。丸い、なんかちょっと特徴のある。そう、特徴ある。そうそうそう。なんか、ただの、左右対称な丸文字ではないよね。うん。あのね、私、右上がりになっちゃうから。そうそうそう、わかる。ほら、これもさ、なんかさ、こうじゃない？そうね。そうだね。高木の字は見やすくない？でも、すっごい大きいよね。あ、結構。あのね、大胆。うん。あー、そうだね。なんか、綺麗に書くって言える、もう、ずかずか。うん。なんだ、見やすくし。うん。じゃ、これには訳があるんだよ。どうしたの？なんかね、私さ、なんか、ネガティブだったの。昔。うん、小学生の時、超ネガティブで、引っ込み思案で、めっちゃ字ちっちゃかったの。で、習字の先生かな、なんかが、性格が字に出るから、もっと、なんか、だからちっちゃいんだよ、みたいな。もっと大きく書けば、なんか性格が変わるよみたいな感じだわ。そっからなんか大きくなっちゃったな、私の文字。そうなんだ。でも見や